金た時、1088年は、平安時代後期の道の区国の豪族。金た久のことし、安倍貞党の衆徒と、実金省に見える金た行を兄弟とする図が存在する。かには、外十五位下、下仙軍事。金氏の羊には、以下の二つの説がある。一つは、安倍支流金氏であり、左大臣、安倍倉橋のマロの光栄で、 上岸元年に初代慶戦軍事として下校し、上岸十三年に軍内産出の金を朝廷に献上したことにより金星を賜物もの組みされた兵庫城、安倍溜美男の子孫とする。もう一つは、白木王族の金星であり、武蔵国埼玉軍の白木人で、天平五年に金星の姿勢を受けた金徳氏の子孫とされる。 今野今野などの名字は支流もしくはアリューとされる。子孫に大河県人のランの金ため春がいる。道のく話式によると、前9年の役では、道のく国家戦軍事として国し、源頼り近に従って戦う。敵方である安倍氏側には、同姓のため、公、指導、イ方の名が見えることや、兄弟との伝承のあるため公が、 安倍貞党の州都であるとの資料があることから、道の区財長官人として、藤原恒清、平長平らと同様に、安倍氏と婚姻関係等を結び、一族として行動していたことが推定される。天行4年に、長平が、謀反の権威で殺され、恒清も安倍方へ投じたが、ため時は、源の軍として、大却のしんがり、お務め源東の前線を支出した。 戦闘は降着したが、天行5年9月にため時は、下付けの教授と共に、より地下に、奥六軍背後の格乱。具体的には、死や、人しとろし、うそりにかけての偉人の首である、安倍富忠を調略を進言する。結局この格乱は成功し、富忠を味方に引き入れることに成功する。安倍より時は、富忠を思いとどまらせようと、自ら向かい利害を述べようとするが、 富忠の復兵に攻撃を受け押しした。その後も、安倍氏は、大事の維持貞党を中心に戦い、戦いの奇数は、清原氏の援軍を待つこととなったためか、全9年の約後の公平6年2月25日の、樹木にため時の名は見られない。ありがとうございます。